まあ歴史を言うとやっぱりあの、うん、川上哲治っていう男が、ね、うんうん、あの中日新聞に頭下げて、うん、牧野さんを取ってきて、ね、そしてドジャース戦法ね、うん、あのちゃんとこういうあれで、うん、ね、もう一二塁だとこうだ、あんな一三塁のダブルスチールはこうだとかっつって、あのドジャース戦法をその1年目はね、みんなぶたれてたらしいんですよ。でも1年やって、土井さんあたりがね、うん、もう2割3分ぐらいでもセカンドで1年間守ったら、うん、やったら、ボーンと上げたんだって。で、マイケルさん、2年目から不満出なかった。なるほど。そう言った。だからもう、それはあと、まあ、今度はあの僕の仲人である、うん、ベースボールマガジンで池田恒夫から聞いたんだけど、うんうん、あの明治大学出て、ちょこっと社会人行って、中日入ってんだよね、今、うん、そうそうそう、ね、そうなんです。それってね、ものすごい、もうちょっとやってすぐもう評論生活されたんですよ。うん、ほんでやっぱり川上哲治っていう男から見るとね、勝っても負けてもね、自分の一体いいところを評論してんだってね。そしてね、さっき言った田園調布のあの三沢だったら、うん、で現場へ来りゃもう、まあ、簡単に言うね、川上哲治とこが違うんです。読売新聞に行って牧野取りたいって。でも読売新聞は中日新聞には絶対頭下げないですね。そうだ、そうだ、中部で、ね、戦争合戦やってるのかな、うん、3倍の、うん、そうなんだ。そしたらあれって、いや契約金は私が払いますからって言って、それでもう読売がそこまでになったら来て、もう後にも先にも中日新聞に読売が頭下げたのあれらしいですよ、マキルさんって言って。そうそう、そんなに俺のことをね分かるんだったら俺の右にここに置いてやってみろ。これもすごいことだよね。いや、そういう発想はやっぱりな、やっぱり最近監督見てもさ、参謀がいるのいないのみたいな感じあるじゃない。やっぱりいかにいい参謀つけるかだよね、自分の監督になった時にさ。最近はすぐデータとか、まあ、これがね、また牧野さん毎年、うん、あの新しいあの システムをね、こう導入しようとするんだよね、うん、これ今でも思わない。宮崎キャンプのね、うん、初日に牧野さんがね、あの飯の食べた後のミーティングで、うん、一二塁間を広いゴロでライト前抜けると、うん、大と土井がもう取れなかったって交錯すると、うん、当然ピッチャーも一塁ベースカバー行くと、うん、そうするともう抜けた瞬間にホームのバックアップはできないと、うん、できないと、うん、だったらもうね、じゃあもう二人とも体勢追ってって取れなかった、土井もこっちに取れなかった、うん、ね、そこにピッチャーがカットマンに入って、うん、ね、カットマンピッチャーで、うん、これをちょっとあのやってみようと思ってた。へ、そしたらまた黒い土井滝も、ね、もう柴田も、あの連中もさ、いやいや、なんだろう、無理だ。そしたらさ、川上土井さん、ミーティングせ、おい、そこの海鮮山線ども、明日からやってな、採用するかどうか俺が決めるんだからって言ったら、みんな出動から。で次の日からやったで、でそうしてライトが取ってさ、投げてくるのをそこで、あの、ね、そこでカットして、うん、できたのピッチャーが堀内恒夫だけ。それができるのがだから不採用。そしたらまたその海鮮山線の仕事にな、できるわけないんだよ。うん、そうです。牧野さん本当にあのそういうところで、なるほど、うん、日本シリーズなんかでもあのあれよ、あの別に何の動作もしなくても後ろに組んだ手で三塁ランナーには3球目のね、ツーナッシングがない限りは3球目のスクイズという、うん、まあ、日本シリーズはもう、ね、俺たちはもう大変だなと思うのは、1番から三塁コーチは1番から3番打席の、それから456789と3種類違う、うん、だから代打陣が大変なんだよ。ね、マムシの柳田がね、自分が今6番の代打に行ったのか、ねね、9番に入ったのか違うんだもん。もうああいうのは牧野さんは斬新だったよね。いや、それね、どうもね、俺ノムさんに通じてると思うよ。ノムさんがやっぱ牧野さんはやっぱりね、相当勉強したと思う、うん、そういう今のような考え方。俺らのミーティングでよく言われたよ、ノムさん、あの2アウト満塁でホームへ1球も投げないでアウトにする方法を考えろとかね、うん、だかセカンドとピックオフやるしかないよ、ね、セカンドランナー出るんだから、だからそんなことをやったりとか、ちょっとやっぱ牧野さんってあれ通じてるな、ちょっと
お勉強してるね、ノブさん。それでノブさん、あの同じ、うん、なんですか、あのテレビ朝日の、うん、ね、解説と、うん、ベンチリポーターで長年一緒で、で終わると必ず打ち上げの寿司屋貸し切りに行くんだよね。でそうするとハイヤーでね、幸男様が来るわけ。来なくてもいいのに来るんだよ。まとい寿司。そうそう。うん、そこで、でここで言ったけど、その日本シリーズ戦ったでしょ。うんうんうん、あの時ね、ね、ノムさんが落ちて、ジャイアンツが公式のね、前日練習やった後、うん、ベンチの下にね、ジャイアンツのノートが一冊落ちてたって。ね、中にいろいろ書いてあるわけ、うん。これをね、意図的にやったところが誰か本当に選手が言ったって、なあ、お前はどうなんだって言うから、いやー、そんなものは持っていかないですよって言って、第一。ね、そりゃそう、道具として、うん、そうと、あれがな、最後、今でも引っかかってるんだって、ノムさんって、はい、いや、あのね、研究心は旺盛だった、だから、一番参考したのは川上さんや、うん、だから川上さんの横にいたら牧野さん、でもう一つは阪急のスペンサーや、お前やったけど、うん、だから野村っていうのは、そういうところの目つけるところがやっぱりね。やったミーティングでそんなことよくやったもん。だって日本の野球が始まって一番最初にスライディングなんかのいいのを超見本できたのは与那嶺さんでしょ。あの人ハワイでほらアメフトまでやってた。なるほど。そこから今度は、それで今度は読みとかなんとかって言ったら時代がちょっと来てスペンサーですよ、うん、スペンサーブレイザーだね、あの頃は、はい、でも昭和46年だろ入団が。いや、あの、じゃあ43年入団なんですよ。43年か、俺46年から出たんだ。当時、うん、ね、なんかデビューしてね、うん、もう4勝ぐらいしてたのかな、うん、開幕の第2戦にあの初登板勝利を、うんうん、そして巨人戦が雨でですね、うん、2試合も流れたらしいんですよ、うんうん、ね、そうすると担当記者は、うん、もう1日分のあれを持ってるけど、うん、2日続けてやるとネタがないじゃないですか、うん、であとベテランの記者かなんか激弁じゃないかと思うんだけどね、あのこうやって見てたらさ、なんか表彰規定みたいなのね、家具。あれ？ほら、ジャイアンツの関本のバカ、まだ一球も投げてないから、去年まで。うん、これ、新日本に出荷するんじゃなくて、連盟に電話したら、連盟の電話取ったおばちゃんが、うん、ね、かけてきたのはあなたが最初だけど、そう、資格あるのよって言って、こうしてバーッと記事になった。それからインチキって言われた。でも新日本取ったんだよ。そうそうそう。いやだから前年とかで1球も投げてないから、うん、3年、昭和43年入ったやろ、うん、でその今、実証だっけ、その新人を取った年は、それが46年だろ、46年、それ46年で俺は東映にこそこそ入ったの、裏から、だから同じ頃よ、ね、入るのはちょっと早かったわ、やっぱり。だから高卒で、我々は、うん、高卒から行っても。玉川が始まったでしょ、うん、玉川からね。プロ野球でいうとね、うん、ドラフト1位の高田茂、ね、波正明治が、うん、ね、そうかそうか、そこでかい銭上は島岡さんですからね、僕らのもう契約金も全部持ってた、僕らもうスズメの涙ですよ、ドラフト1位と10位で、そして高田さんも入った年に新人王だから、でだから、うん、そうそうそう、飲んだり食べたりした時ね、必ず同じテーブルに堀内高田と言うと、ね、俺たち二人のやつはね、新人王だけどね、お前のやつはインチキで、ね、4年目でって、そして規則改正になって、5年までの60打席30イニングスっていうのができたんですよ。そうだ、俺の時はもう言われましたよ、もうインチキだとか、ああだこうだって言ってさ、うわ、話題になったよね、でも新人王だな、みんなだから、マスコミが気がついたの。記事になったら6月頃ですよ。そうそうそう。そうなの。3年前に入ってんのになんで信じようかみたいな。そうそう。いやだから一球も出てきてなかったから、ね、うん。だから面白い存在なんだよね、あの頃の。だからそういう規定の中に初めて適用されたのかな。結局そういうことだ。マスコミも気がついてなかったらしいね。うん、